杖型のキャンディー瓶入りキャンディキャンディは砂糖や水飴を主原料とする菓子の総称。西洋風の飴、砂糖菓子の種類、キャンディー、キャンデーとも呼ぶ。日本では砂糖や水飴を主原料として煮詰めた後に冷やし固める。副原料としてクリームやバター、チョコレート、香料、増粘剤、酸味料などが用いられるものとされているが、 チョコレートやナッツを固めたものなど、各国その地域によりセンサ別である。語源は、アラビア語のコンから来たという説、ラテン語のキャンと、ディから来たという説、インドの古い菓子カンディから来たという説、ラテン語の結晶のイから来たという説など、いくつかの説がある。キャンベイはどちらかといえば、アメリカ英語で、氷砂糖や、スニッカーズのようなチョコレート菓子も含む。例えば、英語で、 キャンディーバーとは、スニッカーズのようなスナックバーのことあり、棒状の飴ではない。イギリスなど、北米以外の英語圏では、スイーツというのが一般的である。ただし、イギリス英語でのスイーツはデザートを含む甘い、食品全般という意味を持つ。キャンディには、ハードキャンディとソフトキャンディがある。煮詰める時の温度により、高温で加熱して、硬く仕上げるものを、ハードキャンディ。 低温で加熱して柔らかく仕上げるものをソフトキャンディーという。ハードキャンディにはドロップ、タフィ、バタースコッチなどが、ソフトキャンディにはキャラメル、ヌガー、マシュマロなどがある。また、ソフトキャンディの変形としてチューイングガムのように噛んで味わうことができるチューイングキャンディと呼ばれるものも存在する。棒付きのハードキャンディは日本ではペロペロキャンディと呼ばれ、英語では ロリポップと呼ばれる。また棒付きの氷菓子は日本ではアイスキャンディと呼ばれ、英語ではアイスポップという。ブランド名であるポプシクルと呼ばれることもある。スーパーマーケットに並ぶ日本メーカーのキャンディ。ありがとうございます。